今日もお疲れ様です。頬、口周りの筋肉を鍛え、下がった口角を上げる6分間の顔トレです。最初はうの口と唇を内にしまうを交互に行います。うの口で思い切り口を突き出し、上唇を鼻先に近づけます。その後、唇が見えないように唇を内にしまい込みます。鼻下、顎下が思い切りストレッチされて伸びるように思い切り内にしまい込みましょう。これを交互に繰り返していきます。休憩です。次は下回しです。口を閉じて、口内でできるだけ遠くを通りながら舌を回していきます。ほうれい線を内から思い切り押し出し伸ばしていきましょう。舌先だけを動かすのではなく、舌を根元から伸ばして大きく回していきましょう。反対にも回していきます。休憩です。次は唇を内にしまった状態で口角を上げて頬を押し上げていきます。少し難しいのですが、唇はしっかりと内にしまった状態で口角を上げ頬を押し上げます。この時、口を内にしまっていることで、通常鍛えづらい鼻の脇の上唇虚筋、上唇尾翼虚筋を使えていきます。この筋肉が緩むと、頬の位置が下がってほうれい線ができてしまうので、しっかりと使っていきましょう。休憩です。次はタングドラッグ運動です。舌を上顎に吸い付けるように全体を密着させ、その状態のまま喉の方向へとずらしていきます。舌全体をべったりと上顎にくっつけ、隙間のない状態にすることがポイントです。ゆっくりと喉の方向へと動かしていきましょう。舌を正しく使えると、二重顎を予防してフェイスラインをすっきりとさせてくれます。休憩です。次は先ほどやった唇を内にしまい頬を上げるのを上を向きながら行います。唇をしっかりと内にしまいながら顎を上げると、普通に顎を上げるよりも顎周り、顎下、首がストレッチされて伸びが強まります。その状態でまたさらに上唇虚筋、上唇尾翼虚筋を使い、頬の位置を下からプッシュアップしていきます。頬を上げるたびに顎下のストレッチが強まり、ちょっとピリピリとしてきますよね。頑張ってやっていきましょう。休憩です。お
疲れ様です。次は唇、ほうれい線をつまんでマッサージしていきます。肌の表面だけをつまむのではなく、しっかり内の筋肉まで上下で指の腹を使ってつまんでいきましょう。これは唇をふっくらとさせる効果もあります。肌をこんなにつまみたくないっていう人はやらなくても全く問題ありません。お疲れ様でした。最近すっかり顔が緩んできて、しっかりとトレーニングしたくなりました。また一緒に顔トレ、舌トレやっていきましょう。最後までありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。